アンドレア・イエガーは、アメリカ・イリノイ州シカゴ出身の元女子、プロテニス選手。1982年の全仏オープンと1983年のウィンブルドンで、四大大会に2度の準優勝がある。どちらも決勝戦で、マルチナ・ナブラチロワに敗れた。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。シングルス自己最高ランキングは2位。WTA ツアーで、シングルス10勝。 ダブルス4勝を挙げた。1980年1月に14歳でプロ転校。すぐに世界的な躍進を始めエイボンフューチャーズの大会にて14歳8ヶ月でプロ初優勝。これは当時女子テニスツアーにおける2番目の年賞優勝記録であった。同年のウィンブルドン選手権で大会史上最年賞のシード選手になり、 全米オープンでも史上最年少の15歳でベスト4進出を決める。翌1981年の全仏オープンでイエガーは同じアメリカのジミー・アリアスとペアを組んで優勝した。当時イエガーは15歳339日、アリアスは16歳296日で、2人の年齢を合わせると32歳270日となる。これはテニスのギネスブックにも 史上最年少のグランドスラム優勝ペアとして記載され、今なお残っている。イエガーは愛らしい天才少女としての人気も高く、二度のグランドスラム大会準優勝などで将来を、嘱望されていた。ところが、彼女は1984年29歳で肩の故障を起こす。全仏オープンで1回戦の試合開始前に棄権し、ロサンゼルス五輪の公開競技でも試合を、 途中棄権する。若すぎた体の酷使により、先輩のトレイジー・オースチンと並んで、燃え尽き症候群の教訓の一人として語られるようになった。イエガーは1987年に現役を引退した後、大学で動物学や進学を学んだ。現在はアンドレアガシラスポーツ界の著名人とともに、 アスリッツ・フォー・ホープという事前活動団体の代表メンバーの一人として活動している。2004年には、主に事前活動に重点を置いた、自伝、ファーストサービス、フォローイング・ゴッツ・コーリング・ファインディング・ライフズ・パーパスを出版した。ありがとうございます。